はいどうも、甘栗旬です。はい、今日はちょっとね、だらっとした格好で動画撮らせていただいております。ということでね、まあ、旬のね、性格とか、まあ、いろいろね、もろもろ話せたらなと思うんですけど、まあ、旬ね、あのー、ほん、とは、超、めんどくさがりやな性格してて、超、めんどくさがりやな性格してて、超、 めんどくさがり屋な性格してるんですけど、まあ言うてもね、YouTube の投稿頑張ったりとか、まあね、いろいろ、まあできてるところとできてないとかありますが、超この口なんだよって感じだよね、めんどくさがり屋なんですよ。いやー、あと一歩、あと一歩頑張ればいいのに、超めんどくさがり屋なんですよ。うーん、なんですかね、だからこう、 あと一歩って時にこうもうちょっと頑張ればテストで80点取れたのにとかもうちょっと頑張れば資格合格できたのにとかもうちょっと頑張れば有名になれたのにとかねそのあと一歩がねめんどくさいっつってサボってサボったらや、あのー、緊張の糸が切れてサボり続けたりとかなんかこう継続できる人ってすごいですよね 何でも何事にもスポーツ選手でもそういうねヒカキンさんでも何でもそうだけど継続できてる人ってすごいですよねまあ甘栗旬なんか超適当人間で超面倒くさがり屋な性格してるんですんげえんか最初はやる気ですみたいな頑張りますみたいな超やる気満々ですみたいなでもなんか 休んだりとか、こう怠けてたりすると、もう、突然ばったりやんなくなったりとかね、俺、そういう性格の人なんでね、なんでね、毎日投稿とかね、まあ、毎日じゃなくても、まあ、比較的更新頻度高めみたいな感じではね、やろうと思ってるけども、ちょーこの口何とかでね、ちょーめんどくさがり屋なんでねでい、いつサボるかも分かんないしね、誰かに監視してもらわないとね。 <laughs> 時給の大仕事ですね。YouTube2 時間作業したらね、時給800円とかね、1600円とかね、もらえればいいんだけどね、まだもらえないからね、まあ、有名になればね、1600円どころの騒ぎじゃないよね、広告収入ってね、ね何百万、ね、すごい人だと何千万ってもらうんでしょ、やばい、奥,わ奥とか行く人もいいんかヒカキ、ヒカキンさんとかヒカルさんクラスになると、まあそこまではさすがに、 あれかもしれないけど、ね 100, ね、100万とか50万でもね YouTube でも撮れたらすごいなって思いますけどねまあほんの一握りの栄光をつかめるかどうかはねその人のあれにもあるしあとはね、まあ、見る人側がいかに飽きないよう見る人側を飽きさせない自分の力とかねあと醸し出すオーラとかまあいろいろねあるんでしょう。 TikTok のひなたちゃんね8歳とか10歳ぐらいでフォロワー多かったりねねなんだかよくわかんない AN48 っていうなんかわかんないけど若い子とかフォロワー多かったり TikTok とかも羽柴夏美ちゃんとかねえ名前忘れたけどかわいい子ちゃんもいるしねえ えー、YouTuber だってあの、ヒカキンさんとかばっかり言ってるけど、ね、あのカスちゃんとか、何ちゃんだ、何ちゃんだって可愛い子もいるし、まあ、そのね、もちろんね、公式チャンネルとかいろいろあるけれどもね。まあ 個人,個人の強みっていうのはねあの事務所に入ってない強みとかもあるでしょうしね事務所に入ってるからこそ強いみたいなところもあるし握手会だとかオフ会だとかねやれる人はやれるんだろうけどね俺も早くオフ会とかやりたいっすね <laughs> どうもマグリシュンですみんな来てくれてありがとうみたいなチェケ取ったり サイン書いたりとか、俺もそんな風になるかもしれないし、ならないかもしれないし、まあそこら辺はね、わかりませんけどもね、まあそういうのもね、やりたいなっていう小さな小さな、小さな小さな大きな夢がありますのでね、皆さん陰ながらでもいいんで、あの、木陰で見守る姉あきこみたいな感じでね、こう、チラッとこう、あの応援していただけたらと思います。はい、えー、今日はだらっとした格好で申し訳ないですが、えー、見てくれた方、ありがとうございますでーす。チョリースみたいな。 ゼロオッケー、OK、5分ちょうど。